熱血コンサル基礎産業。鳥貴族とロイヤルホスト、ハンバーガー業界に参入する狙いとは。いや、これね、なんだっけ、バターミルクフライドチキンの専門店っていうのはなんかできたの。これ武蔵小山にこれロイヤルホストが作ったハンバーガー屋さんらしいですね。いや、ロイヤルホストだもんね。ロイヤルホストって言ったらなんかアンガスなんとかステーキとかそんなイメージがすごくあるから、このチキンに行ったっていうのは結構びっくりしたよね。で、まあ一つはなんでチキンかっていうところなんだろうね。まあチキン分野、この間もニトリがいきなりステーキやってたんだよね。で、その後でみんなのグリルっていうのを作って、まあ FC 展開したと。まあ、あれは狙って利益を作るっていうようなところから、まあニトリは展開してるんだけど、これすごくまあ考えてもらいたいことっていうのがあって、企業努力っていうことなんよね。日本人の大半ってもう結構年収400万以内ぐらいの人が多いんだよね。ということはやっぱり外食産業っていかに価格を安くできるか、いいものをより安く作って提供できるかっていうところにまあ絞られてきたのかなというふうに思うのよ。このいきなりステーキなんかも、この競合が少ない時はまあ良かったんだけど、競合が増えてくるとね、肉で差別化できなくなったじゃんか。お得感なくなりましたもんね。お得感がなくなったっていうところがあって現在に至っていると。だから最初からそのチキンのブランドを作ったっていうのはでかいんだよね。あとこの鳥貴族もハンバーガー業界っていうのに参入って、これ俺すごく思ったことがあって、非常にやりやすいのよ。もともとハンバーガーって FC のね、もう最たるもので、で、鳥貴族がそのテイクアウト型メニューをいきなりゼロから作ってっていうよりは、こっちの要はハンバーガーってを買おうとしてるお客さんのマーケットもそもそも読めてるから、ここへチキンでこういう要は自分のところのブランドが活かせれるところへこう出てきてるっていう、要は読める数字作りっていうのができてると思うね。しかもかなりこの作ってる計画書っていうのはできる数字を出してると思うね。そこがまあ鳥貴族のやっぱりすごいところなのかなと。やっぱコロナ禍でも利益途中まで上げてたもんね。ロイヤルホストのハンバーガーの参入っていうのもやっぱりチキンっていうのは汎用性が高いというところがあって、その中でも今後も展開としたら他にいろんな応用ができるのね、チキンでね。和食的なところにも出ていけるし、他のものにもこう応用したりとかができるから、今後はやっぱりハンバーガー業界を軸にいろんな、まあ、FC みたいな、要はあのいろんなテイクアウト型のメニューっていうのを作っていくのかなというふうには思います。一番言いたかったことは、価格をいかに安く作れるか、いいものを安く提供できるかっていうところが非常に大事なのかなと。で、それかもうものすごいハイブランドなものね、をどういうふうにまあ、作っていけるか、二極化してんのよ。実を言うと食以外は全てが二極化してんのよ。これどうして食だけが真ん中に寄ったと思う。これ食の安全って問題があったからブランドがこう真ん中に寄ってたんだけど、今回コロナ禍でこういうふうに、まあ、分かれちゃったっていうのはあるのかな。家で食べるっていうところが増えてきたからね。それぞれのやっぱり家計にこう沿ったようなものを作って合わせていかないといけなくなったのかなというふうに思います。